朝鮮労働党中央委員会第8期第1回給食会議は6月4日党中央委員会本部で行われました。朝鮮労働党総書記で朝鮮民主主義人民共和国国務委員長の敬愛する金正恩同志が会議を司会します。会議には朝鮮労働党中央委員会給食常務委員と党中央委員会給食委員候補が参加しました。会議では党中央委員会第8期第2回総会で提案した2021年度の党と国家の主な政策執行の実態を中間総括し、経済活動と人民生活向上に切実な懸案の解決に必要な追加的な国家的対策を樹立するために党中央委員会総会を招集する問題が主な議程で討議されました。金正恩総書記は目下の不利な主観的客観的条件と環境のため国家活動の順調な発展は多大な挑戦と制約を受けているが、第8回党大会が非常に格上げした全党と全人民の思想的熱意と自力構成の奮闘によって多くの計画が将来を見通して推し進められていることを肯定的に評価し、今年の上半期の主な政策課題の部門別の執行実態を概括して分析しました。そして現時点で党中央委員会総会を招集し、上半期の国家活動の全般実態を正確に総括して傾向的な問題を正すための追加的な対策を講じることが必要だと述べました。金正恩総書記は目下の内外の情勢下で党と政府が一義なく重大な使命と責任を負ってできる限りの全ての努力を尽くさなければならないとし、今の局面で党の指導的役割を非常に高めて経済活動と人民生活を安定的に向上させるための粘り強い戦いを促すべきだと述べました。朝鮮労働党中央委員会主席は党中央委員会第8期第3回総会を6月上旬に招集することについての決定を採択しました。党中央委員会主席はまた党中央委員会部署機構の改編問題をはじめ党中央委員会総会に提案する案件について深く討議し、要請された議題を承認しました。朝鮮労働党中央委員会政治局決定110年2021年6月4日朝鮮労働党中央委員会第8期第3回総会の招集について、朝鮮労働党中央委員会政治局は党中央委員会第8期第2回総会が提案した当座の2021年度の党と国家の主な政策執行の実態を中間総括し、正確で強力に推進するための一連の問題を党に決定するために党中央委員会第8期第3回総会を6月上旬に招集することを決定する。朝鮮労働党中央委員会政治局。キム・イルソン勲章と金正恩勲章を受けた朝鮮人民軍将官のキム・ユンシムさんの遺骸が新ミリ愛国立資料に安置されました。遺骸を安置する儀式が4日新ミリ愛国立資料で行われました。朝鮮人民軍創設局長の朝鮮人民軍軍四人自炊と人民軍の指揮メンバー個人の遺族が参列しました。今自炊は弔辞で、一生涯国の海を守って戦った革命戦士の遺訓と人生を輝かせる敬愛する金正恩総書記の下で立志は英語の人生を送っていると述べました。立志の遺骸が墓に安置されました。一度立志の墓に献花し個人を追悼して黙祷を捧げました。朝鮮の科学工業部門で増産に励んで成果を収めています。
5月の飼料生産計画を超過達成した南方青年科学連合企業所では技術革新運動を活発に展開して生産能力を改善しています。連合企業所では職場別に技術革新競争を行って大衆の創意性に働きかけ生産活性化を促すようにしています。2月8日ビナロン連合企業所でも職場への国産化を促し設備管理技術管理を綿密に行って5月の経済計画を達成しました。県や市役工場では5月の生産計画を超過達成しクオリティアップにも力を入れています。福ちゃん地区青年炭鉱連合企業所の労働者が生産に励んでいます。労働者の奮闘により昨年同期に比べて石炭の生産が 3.8 ポイント伸びました。企業所の労働者は増産に励んで毎日の産量を大幅に増やしています。タムジヨン市の第3段階工事が急ピッチで進められています。建設者は数百棟の住宅と公共施設、生産業建物の骨組み工事を中盤で進めています。建設者の高揚した熱意に合わせて工事を急ピッチで立体的に進めるための大胆な目標が立てられ、迫力のある手配と指揮が行われています。建設者は建設資材を極力節約し回収利用して工事を急ピッチで進めています。現在生産と輸送を先行させ、内外の上塗りと瓦吹きを期限前に終えるなど工事を早めるための効率的な方法を取り入れて毎日新たな成果が収められています。諸村労働党第8回大会以降、全国的に多くの社会主義愛国功労者が輩出しました。半平製鉄連合企業所の陽光炉職場の職長は、国内の燃料、原料による鉄の生産を正常化するための30余りの発明と創意工夫を生産に導入して、先鉄の生産量を創業初期に比べ3倍に伸ばすことに大いに寄与しました。ムンチョン炭鉱の支配人はこの10年間、科学技術に主眼を置いて石炭生産を 1.8 倍に伸ばしました。その他にも国中の各道、市、郡で大勢の人が国の繁栄のため全てを尽くしたことで、社会主義愛国功労者の称号を受け、その数は増えています。諸村少年団創立75周年を迎え、労働新聞6日付に、少年団員は国の未来を担う主人公であると題した社説が載りました。以上でこの期間のニュースを終わります。菅曽仁がお伝えしました。こちらは諸村の声放送です。